回の協定は、電気自動車を活用した、持続的なまちづくりに関する連携協定という形になっております。次にこういった震災があったときに熊本日産グループとして電気自動車のリーフを活用して、熊本市の方で発電している電気の方を必要なところに運んでいくと、そういった協定の方になっています。より災害に強い町を一緒に作っていこうという思いで、スタートしました。ゴミ処理場をですね、核としてエネルギー事業を熊本市は昨年5月から始めております。例えば大型蓄電池を設置するですとか、EV の拠点を作るですとか、そういった事業をですね、今展開しておる中で、今回、日産様が EV の活用についてですね、申し出をいただきましたので、私どもとしては非常にありがたかったというところでございます。普及を通じて災害対応力をですね、強化をしていきたい。私はリーフオーナーとして子どもたちの送迎も含むですね、日常に毎日使ってます。ガソリンスタンドが減ってきているので、自宅で充電できるというのが非常にありがたいです。熊本地震の時は本当に5日間停電してたので不安があったんですけど、備えをするしかないので、その中での自助努力として、リーフを思い切って導入しました。いざという時はない方がいいんですが、万が一あった時には、電気自動車を、活用して、熊本市民の皆さんを助けていくということができれば大変ありがたいですし、こういった協定を結んだニュースがですね、他の自治体の方に広がっていけば、本当に震災を経験した熊本だからこそこういったことをやっている、じゃあうちの町もやった方がいいんじゃないかというような思いを持っていただけるとですね、やはり震災の時に非常に他の自治体の皆さんから助けていただいた、その一つの恩返しになればなという思いは持っております。